ブルーパンテルのリングネームで知られるヘナロ、バスケスネバレスは、メキシコの覆面レスラー。ドゥランゴ州、ゴメスパラシオ出身。ブルーパンテルジュニア、テッパンテルは実施。地元で、アルコンスリアーの、エクトール・ロペスの指導を受け1978年3月、リンピオでデビュー。1981年、ルードに転身。1984年12月16日に、 マテマティコを破りウは世界ウェルター級。1986年11月、グラン・ハマダを破りドライト・ヘビー級王座ーーダッシュ。1991年7月、イムルに移籍。同年12月18日、アカプルコでの決定戦で、サタニコを破り CMLL 世界ミドル級の、初代王座になる。1992年4月3日、アレナメヒコで、 ラブマシーンとのコントラマッチで勝利し、相手のマスクをハグ。また、SWS にも来日した。同年5月トリプル A に、連撃移籍。1992年7月24日、グアラフアとシューレオンで、オクタゴンを破って、ナショナルミドル級王座ダッシュ。1993年7月、トリプル A に移籍してきた、ラブマシーンと、再戦し相手を棒をし、 林氷に転身。しかし、同年11月サイド、ルード転身。1994年11月には、新日本プロレスの、トリプルエールチャワールドに来日した。1997年にマスカラ・サグラダ・ジュニア等と、共に、CMLL に移籍。ドクトル・ワグナー・ジュニア、ブラック・ボリアーとロス・ラグネロスを結成。1999年、ワグナーをパートナーに、ネグロカサス。 エルイ・ホデル・サント組の持つ CMLL 世界タックに挑戦も失敗。ロス・ラグネロスでメキシコナショナル6人タック王座ザ・ダッシュ。2001年1月全日本プロレス東京ドーム大会に来日。2002年ブラック・ウォリアーがロス・ラグネロス脱退しその後フェルサ・ゲレーラをメンバー入りさせトーナメントで優勝しサイト同タイトルダッシュ。 2004年、アトランティスと組ウルティム・ゲレーロ、レーブ・カネロ組の持つ CMLL 世界タッグに挑戦し、ダッシュ、同年オリンピコ、レーブ・カネロ組相手に、同タイトル防衛。2005年4月、同タイトルをアベルのメフィスト組の挑戦に敗れ防衛に失敗した。ありがとうございます。